はい、オーストラリアの兆候、今回はですね、ここはね、迅走やってまいりました。まあ、シドニーからね、距離としてはそんなに離れてないんですけども、水深のあるエリアという形でね、今そうそう太陽出てくるいい時間ね、ショアガン、そしてトップ、ボックスの中にね、ジグ入れています。スーパースライド、QR、ノーマル、マッシュという形でちょっとローテーションかけながらね、ひらまさ狙っていきたいと思います。綺麗だね、太陽出てきた。おし、出た。あー、出たね。日まで出たね。一発目、出ましたね。結構来るね。ジグ入れてきます。まあまあ波あるね。まずはちょっとノーマルのジガロ100からいきます。様子見ながらね、ジグローテーションさせていきますけども、そこそこね、水深があるというエリアのなんで、まずちょっと潮を見ます。水深はありますね。潮目が寄ってて雰囲気は抜群ですね。ちょっと変えていきましょう。ちょっとスーパースライド入れていきます。今日暑くなるね、これ。スーパースライド。ハガトです。ね、スーパースライドの、フルシルバー変えてね。一発でしたね。やっぱ上のレンジはね、剥がしそうになってきますね。
ハガツオもいいサイズだと2キロ近いのも上がってますね。あ、手前餌いるわ。いやー、綺麗な海ですね。それこそ季節によってね、マグロが入ったりマーリンが入ったりするっていうんでね、うなずけますよね。お、平松さん、おめでとうございます。ナイスです。上で食ってきた。これは遅いね。ハガツオです。ね、もさきを作ったやつは良くなりましたけどね。こいつは結構上で食ってきますね。近いところでね、さらしの中の餌食ってですね、そのサイズになってくるとね、ハガツオっていうのが楽しい。QR 入れていこうか。もしかしたらちょっと選択的に取れてくるかもしれないですね。少し潮流れ変わってきましたね。右からね、少し左に押してる潮が効いていきました。スーパースライドさんが当たりもらえるね、今ね、タイミングですね。もう一回変えてみましょう。スーパースライド、もう一回入れ直しましょう。
と潮の動き変わって反応が変わってきたね。あっからさまにちょっと状況変わりましたね。ちょっとアプローチ変えますと、ボトムをね QR でちょっと丹念に下げていきます。QR の115 UV のグリーンですね。ちょっと上もね小技でいきましょう。お、出たね出たね、上だね。 QR の今上のパターンで今出ましたね。いい出方したもん。これちょっとギグ入れましょう。ギグで食いそうだ。結構いいサイズです。さあ、今ね、日中日が高くなったタイミング QR で表層をねちょっと今、引いてたところで一発出たんですね。ちょっとギグの120ギガント服これで上を探っていきましょう。出た。うっすっすっす。ああギグですね。ギガント120。カツオです。ハガツオ。ね。いい出方しましたね。ギグギガント120です。はい。ね。だいぶね、今潮を上げてるところですね。ちょっとさらし絡みのところ上にね、出てきましたね。ギグのギガント、まあ、ギグのシルエットそのまま大きくしたパターンなんですけど、ウエイトで 54g で水中泳がせるのももちろん得意なんですけど、今みたいにねスキッピングさせていくのもねギグの得意なアクションの一つです。顎がねこう斜めになってるんですよね。でそこが水をこう弾いていきますのでスプラッシングが出るんですよ。でそれでアピールしていく。ちょっとね今際でね、魚が上まで出てます。小型のトップ入れてきます。よし出た。あがとうですね。やっぱね大きめで出るのはねハガツオですね。ちょっとね際で出てるのはねヒラマサっぽいんですけどね。スーパースライドですね。
豪快だったんですけどね。あ、ごめん、外れちゃった。おそらく一発当たって当たり返してきましたね。お、小さいながらにやりました。やりましたね。一発当たって当たり返してきました。やりました。サイズこそね、どんなもんすか、50兆円後半量スーパースライド。はい、やりましたね。シドニーの GSO です、ね。まあ、サイズこそ、50後半いったところですけど、スーパースライド食ってきましたね。ちょうどね、一発当たってそこからまたね、当たり返してきました。嬉しい。はい、そういうわけでね、今回オーストラリアのここは GSO ですね、ヒラマサを狙っていきましたね。サイズこそね、狙いのサイズではなかったんですけども、しっかりと、オーストラリアのキングフィッシュ、そして、結構ハガツオはね、数ずれましたね。そういうわけでね、結構楽しんだ今回のオーストラリアの磯の兆候なんですけども、今ね、手元に4つのジガロシリーズファミリーがありますね。新たにこのスーパースライド加わることによって、まあ、さらにね、ショアジギング、幅が広がります。で、今回はね、このそれぞれのジグの使い方、それの説明をね、していきたいと思います。で、まあ、今ここに手に持っているの、下からジガロマッチブ、ノーマルジガロ、QR、
そしてスーパースライドという形になるんですけども、ね、今こちら、ご覧いただいている通り、これね、今出てるのはアクションの、大きさの幅という形でイメージをしていただきたいんですけども、上の方がアクションが大きいよと、で下の方がアクション控えめという形になります。でじゃあこのアクションの、ね、順番でいくと、まずマッシブ、これがね、一番下に来ますね。でアクション自体の、まあ、ロッドワークに対するレスポンスはやや控えめになります。まあ、その代わり塊感のあるボディで飛距離、それから潮の流れが速いところでもしっかりと沈下していくと、いった、ね、特徴を備えています。で次にノーマルジガロ、これがちょうどこのアクションの幅の真ん中あたりですね。このあたりちょうどね中間を担うと、いった形で、自分がね初めて入るフィールドであったりとか、どんな状況かなっていうのを探るときは僕はねノーマルのジガロから入っていきます。で次に QR、これはね、Gライトメタルを使ったモデルになります。でアクションの幅としてはねイメージとしてはね上から下まで、対応してくると、そういったイメージになります。大きくしゃくって大きくアクションさせようと思えば大きや、ね、小さい入力で首を振らせていこう、水絡めていこういったようなアクションをするっていうのもできる、これがね QR ですね。なんでイメージとしてはここの今あるアクションの幅全域をカバーすると、そういったイメージになります。で最後、ね、このスーパースライド、これが登場することによってどう変わるかというと、今ねこの3種類でできてたこのアクションの幅、これの上方向を持ち上げるイメージです。ぐーっとね上方向で非常に大きなスライド、これがね特徴になりますね。で今まで既存の3つのジガロに加えてこのスーパースライドが入ることによって、下のアクションから上のアクションの幅、ね、特に上への広がり、これがね非常に大きくなる、これによってそれぞれのシチュエーション、ね、魚の活性に合わせてジグをセレクトすることによってよりね、マッチするジグ、選ぶことができるよという形になりますんでね、シュアジギングをしていく、上で選択の幅さらに広がって、まあ、ゲーム性ね、どういった状況かなというところに合わせていく、また選択肢一つ増えました。ぜひね皆さんジガロの使い分け、これもね非常に奥が深いです。それぞれの状況、ね、日によっても変わります。波、水深、潮流、そして魚の活性合わせて、ぜひ、ね、使い分けてシュアジギング楽しんでください。